います。こんにちは。ほらな。は？ほら見たことか。何？いやまあこっちで言ったかオーディオブックの特別編で言ったかまあわかりませんけど、うん、まあてか常々言ってますけど、うん、寒かっただろ。ああいやほらな。いやいやまあほんまにね。完全にほらな。いやこれはちょっと本当にもう謝罪レベルだ。認めざるを得ないだろ。もう本当に悪かった。いやだろ、お前の顔が一発で浮かんだ。や朝一な。ダウン全然いるレベルだっただろ。いるレベルだったな。そのみんな街を見ても、うん、やっぱハズサとの戦いで誰もダウン。あのそうそう、僕もまだクリーニング出して、着ようかなと思ったけど、その見た目的な問題で着なかった。そうでしょ、うん、ただもう極寒だった。そうだよな、あれで結構失敗してる人いたっぽかったっすか、どうやら。そうね、全然あるからまだ2日ほどね、2日ほど寒かったね。そうそうそう、うん、全然あります。気をつけてください本当に。いやそうね、履いてましたもんタイツ、ヒートテックの。僕は寒かったよ足元が。みんな履いてないからね、うん、なぜならもうあんなことにならないと思ってしまってしまったからね。しまってるから完全に。1回20度の日があっただけでもう勘違いして、どうなってんだよ本当に。いやいやいや、まあでも僕は覚悟はしてたから別にその日ちゃんと着込んで出たけど、うんうん、それはこんだけ言ってるやんね、うん、なんかそれは中にはやっぱブチラジ聞いてておかげでみたいな人もいたけど、うん、多分世間的にはだってその絶対薄着で行ってますからね。行ってたね。で晴れてたりすると余計勘違いしますから、うん、夜家出るまでね分かんない、ね、そう、家出るまで分かんないレベルですから。そうそうそう、暖房つけるレベルでしたよ正直。うん、なんならね余裕でね、それぐらいの日ありますから。まだまだ気を抜かないでください。全然あります、ね、まだあります。4月は寒いんだということをね。うん、5月も寒いし、そのまあまあ、いやいや寒いよ6月とかも。本当に暑いのなんてマジで7月と8月ぐらいしかないから、あと冬だからもう本当に。7月と8月が夏であと冬。そう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 。むちゃくちゃすぎるだろお前、いくらなんだよ。いやだから結局服装だしね。あまあまあ、どうせそうはよく言うけど、ね、じゃあ寒いなって思う、これも深い話になるけど、うん、寒いなって思う。深ないけどな。いやめちゃくちゃ深い話になるこれから。いいよ。いや寒いなって思う日が、うん、一番多い月が何月かって考えた時、うん、意外と2月とかじゃなく、うん、6月とか5月なんで薄着になって寒いから。あそれはほんまにそうかも。そうだこれは深い話だ本当に。あ、めちゃくちゃダウンとか着てたらまあ寒くないじゃん。なんなら室内とか暑いなと思うくらいでしょ。そうだよな。本当にうわ寒い、もううぜえなこの気温ってなるのって5月6月あたりですよ。うん、そうだよな。いやこれ本当にそうだろ。そうだよな、だって冬はだって建物もあったかければ、電車もあったかいし、そう、駅にひとたび入りゃもうあったかいし、あったかいですからね、風よけるだけでも。で外の駅でもな。6月ぐらいはまあ暑い日続いて、うん、まあ今さらなんか羽織れないってなって、うん、薄手のシャツで行って、うん、で夜とかにもう寒ーって思って嫌になる日が何日もあるだろう。ある、耐えれんぐらい外がおるのが。でこれがマジックなんだよね。基本的には低くないんだよ、うん、全然10度ぐらいあるのにもう薄着になったせいで。あこれありますよ、まあ、ちょっともう耳を傾けざるを得ない。もうええよって思っとったけど、ここみんな忘れるな、ちゃんと1年経って。なんで忘れるんだろうな。本当にこれだけは忘れるよな。本当にこのなんていうの、記憶力めちゃくちゃいい人とか、うん、いっぱいいるじゃん、頭がいい人、勉強ができる人、うん、学者、医者、うん、いっぱいいますよ、うん、これだけを忘れるんだよ全員。まあそういうもんなんだろうな人間って。すごいよな。なんか出そうかな論文みたいな。出したとて忘れるよその時期に。やっぱこういうので言わんと。そうかそうか、やっぱこれしかないかも、うん、これしかないよ。その時に言うしかないよ、忘れるから、ね、だから早めに言っておきます本当に。皆さん一番寒いと感じるのは、うん、意外と2月とか1月じゃありませんよ、うん、6月ぐらいですからね。引き締めていってください。あと花粉な、うん、例年の何倍ってあんま言わんようになったな。だろ、うん、これやっぱもう10年周期で変わったからなんだよ。マジで去年一昨年とか何百倍みたいな、そう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 、嘘だろみたいな数字言ったのにマジで言わない。全く言わんようになった。やっぱこれなんだよ、すげえなと思って。お前すごいなと。すごいことを知ってるんで実は。もっと言うべきだろ。そうだな、天達とかがな。そう確かに。なんで言わないんだろうな。だから本当に多分やばいんで消されるぞ僕も。悪いけども、いやいや別公式で調べりゃ分かるから。いやいやでもこんな言わないことある、こんな言わんのんじゃと思って。なんか混乱するみたいなことあんのかな。でも言わないから余計混乱しますけどね。まあ聞かんようになったよな。だって去年とかもう70何倍ですみたいな、うん、とか100何倍とか下手すりゃなんか200倍でみたいな、うん、
なったわけでしょ。でも花粉症の人からしたら別に今年もあったわけでしょ。別に全然多いよ。いやこれは本当マジックですよ、うん、もう大発見ですから。あとその知り合いにな、あの、うん、花粉症が治るお茶があるって買ったみたい、まあ、笑わんで。いやいや別にいいですよ。ほんでな、まあ、すがりたいですね、うん、あの治ったよ。おそうマジで。おすごいと思って。6000円するんですよそのお茶。たっけで何ヶ月でも小さじ1杯をお湯に溶いて、うん、いやビル君はめちゃくちゃ笑ってます。ビル君めちゃくちゃ笑うよ。ビル君はもうめちゃくちゃバカにしてますよ。ただもうあの完全に泥の味するよ。泥水で牛乳で割って飲むね。牛乳で割るんと思って。それ公式としてというか、うん、でも牛乳で割ったら確かに飲みやすいよ。いやそうだけど、それ毎日飲むんだけど、うん、それじゃあ別に薬と一緒じゃないし、治ったというか花粉がもうなくなってきたんじゃないの。花粉は全然あるよ。ある？あるあるある。本当？だって今日飲み忘れてめちゃくちゃ辛いもん今。じゃあ薬聞いてねえ、その漢方みたいな聞いてねえじゃねえか。漢方ってお茶な。お茶お茶のじゃあ薬じゃん。薬じゃんって思ったんよ。飲み忘れて出たら、まあそういうのあるよ。なんか変な気持ちになってちょうどなんかさっきツイッターたまたまツイッターで、うん、パーパーのアイナプーがなんかつぶやいてて、うんうん、なんか 新宿だか大久保だかで買い物してて、まあ、化粧水か化粧品関係で7000円かなんかで、うん、売ってますみたいななんかあって、それこそそのなんかノーベル賞がどうたらこうたらもうとにかくすごいですみたいなの言って、あまあじゃあ買ってみるかと思って思い切って買ったら、買った直後にその後ろの方からやったやった1個売れたよみたいな聞こえてきたっていうのがあったからまさにまあそういう損した気分そうそうそう、もうその瞬間に損した気分っていういやだけどそのお茶もいろんな人に教えてあげようかなと思ったけど、本当に治るけん。まあ、でもただそれ薬と一緒じゃしなと思って、飲み続けんといけんのかな、それともその1パック飲み終えたら治るんかなとかも思う。ちょっとだからもうちょっとやってみて、うん、そうそう、まだ全然飲んでないけん、データちょっと取ってからまた発表して、ただ6000円で花粉症治るんだったら全然ええだ。まあそれはそうですけどね。しかも焼いたりせんでええし、なんか鼻の粘膜とかね、はいはいはい、本当にそうならね、うん、だからもうちょっとやっぱさすがにデータが必要です。まあね、今だってメーカー良いんでしょ。うん、シパシパするもろじゃねえかよ。いや僕もちょっと花粉症の悩みというか、うん、めちゃくちゃ僕やっぱ軽度の花粉症だから、うん、ただ、まあ、薬とか飲んでなかったら、うん、ちょっと目が良くなる、うん、でも市販の薬で全然効くっていう感じ、うん、まだ飲んどる？でこれなんだよ、そのもう何にも感じない毎日一応飲んでたんだ。しかも夜飲むやつだから、うん、例の、うん、夜飲むでしょ、うん、で次の日何にも感じないんだよ、うん、を毎日繰り返してたら、うん、もう症状があるかどうかが分かんないんだよ、その今大丈夫かどうかが。で飲まんのも怖いだろ。そのだからやっぱ夜飲むやつあんまそのだからダメだなと思って、即効性があるわけじゃないし、うんうね、で昨日多分飲んでないんだよ、うん、でも今何にもない。だからもう花粉が収まったってことは結構無駄、一箱買っちゃったよと思って。あ、分かる、俺も一箱買っちまった。お前はまだなるから。1ヶ月分あのでけえやつ薬、うん、いやそんなもう刻め、これからの時期になったら刻めばよかった。刻んできたけど切れてくるけん、もうことごとく。まあね、わかるけどな、切れた時ないの大変でしょうけど、うん、まあまあちょっと皆さんも花粉もねまだまだあるみたいなんで、花粉と気温気をつけてくださいね。そんな中、うん、まあこの気温の変化ももしかしたら関係あるかもしれませんけど、うん、田中さんが体調を崩されたということで、うん、我々がね、まあこれ撮ってるのが水曜日なんで昨日、うん、爆笑問題カーボーイ出させていただいて ね、聞いてくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。まあ全然あの大丈夫みたいなので田中さんもね、はいはい、あのすぐ復帰されると思いますんで、なんかね大事を取ってなんか何日か休むみたいですけど、そうそう、まあ、今ちょっと発熱しちゃうとなかなか動きづらかったりもするんで、ね、うん、まあご安心くださいと、はい、大丈夫ですいうとこなんですけど、はい、ちょうどその帰り道、うん、僕ら二人とマネージャーさんと帰ってたじゃないですか、うん、で TBS 出て、うん、まあ、マネージャーさん車だったんで、うん、乗せてもらって帰ろうっつって、うん、駐車場に向かう途中に、うん、道路で、うん、まあ夜ですよ、うん、タクシーがこう並んでて、うん、まあ、誰か降りてたんですよねタクシーから、うんうんうん、そして後ろにつけてる車がバーってもうクラクションを思いっきり鳴らしてたんですよ、うん、すごかったな。もうそんなのしても、うん、別に何にもなんないし、うん、もう嫌だなと思った時に、うん、この話僕ブチラジでしてないかな。してない、あのしたと思ってるけどしてないか、うん、まあ、この一つちょっとその時この話題になったっていう話があるんですけど、うん、あの映画、うん、ララランド、うん、あるでしょ、あの名作映画とか大ヒット映画、うんうん、ね、あれララランドが
めちゃくちゃ流行った時に、うん、まあ、僕も見たんですよ、うん、流行ってるし見ようと思って、うん、その冒頭のシーンで、うん、そのバーってクラクションを男が鳴らす、うん、渋滞にはまっててイライラしてバーって鳴らすシーンがあるんですよ、うん、もうその瞬間興ざめというか、うん、そんなやつの恋愛物語何の感情移入もできないから、うん、そもそもまあ予備知識というか恋愛となんか夢とのみたいななんか素敵な映画と聞いて入ってるからね、うん、そのなんていうのギャング映画とかヤクザ映画は全然そんなことないけど、うん、まあね、素敵な恋物語の映画として冒頭のシーンでファーってクラクション鳴らすようなやつが恋愛がどうなるとか何にも思わないよ、もうすげえ腹立つし見てらんないよっていうことを、うん、多分マネージャーさんが言い出したよね、その時、うん、中西さんが思い出した、思い出した、それ思い出した、ああそれ僕が言ったやつじゃないですか、僕もそれはすげえ言ってますから、え、そんなん言ってんのって、初めて聞いたし初めて会ってそういう人みたいになって、うん、いや僕が言ったからじゃないですか、いやいや俺は本当に思ってるんだみたいな、マネージャーさんはね、うん、めちゃくちゃもうそれが嫌だったと、冒頭のシーンで、うん、で僕も本当に嫌だったんですよ、全く同じ感情になった、うん、でマネージャーさんもテンション上がって、うん、こんなことあるんだなみたいな、うん、確かに僕も方々でこの話しても、うん、誰もなんかピンとこないんだよな、うん、全然納得してくれない、まあ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 みたいな、うん、まあ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 っていうかそうだろうと思って嫌じゃん、言語道断じゃんみたいな話をマネージャーさんと、まあ基本的に3人で言ったら、うん、マネージャーさんと僕がよく喋ることあるじゃん、うん、でお前はまあ聞いてな、なんかね普通に黙ってるみたいなことあるけど、うん、そしたらお前鳥肌が立ったわみたいな言い出して、うん、なんだよと思ったら全く同じことを思ってたんだ、そう実は僕もそこで見るのやめた、やめてたんだよ、その3分の3で、うん、それになって、うん、しお互い誰もその話をしてなかった、してない、してない、で各々が俺も鳥肌立って井口食った中西さんその話し出して、うんうん、あ俺と一緒じゃと思ったら井口しかもあその現場を見たからクラクション、それでそうそうちゃんと思い出したけど、みんな、ね、ララランドじゃと思って僕ララランドじゃと思ってだから僕はその時そのララランドを見て冒頭シーンでちょっと正直なんだこの映画と思ったけど、うん、全員の記憶に一番こびりついてるからね、そうどんな映画を思い出すこともないけど、ないクラクションでララランドはみんな思い出すというか、まあ、3人はね、僕はもう家でアマゾンプライムかなんかで見てたから、うんうん、もう本当に見てない、そっから、いや分かる、もう無理だったもん俺、だから知らないですよララランド、どんな内容も、僕もその一応見たけどもう虚無というか、うん、本当になんかやってるんだよ、なんか、うん、うわーとかキャッキャとかやってるけど、もうその仲むつまじくなるシーンとかダイジェストであるけど、うん、なんかすごい看板蹴ってなんかキャッキャみたいな、なんか、うん、もう本当にもう何これみたいな、こんなやつなんていうの、嫌いな異性のタイプ1位ってずっと店員に態度が悪い人じゃないですか、うん、でもそれんなレベルじゃないじゃん、もうそうね、ふわーってクラクション鳴らすやつ、うん、その車の中という卑怯さと、うん、あと前の方にもいっぱいいろんな人がいることを考えない、なんかその別にそのタクシーが悪くはないわけだから、ね、想像力のなさ、うん、想像力の欠如と周りへの迷惑とバレない卑怯さ、うん、正面切って喧嘩してるやつとの恋物語だから100倍増し、まだいいですよ、うん、その卑怯さのやつをタクシーっていうね、そのまあ言ったら弱い立場というか、そうそう、まさになんていうの、もうネットとかに書き込むようなやつだよ、やつの精神性だよ、精神性のやつの恋物語を誰が見るんだよ、うん、本当にそれぐらい思ったんだよ、思った、本当にちょっと胸クソ悪くてやめた、僕そう、ただこの話僕はもう本当に言わんとことするけど、みんな、うん、いやいやまあまあまあみたいになるし、うん、まあ、僕が言ってるからまたみたいになっちゃうのかもしれないけど、ね、まあ、それもあるよな、ただ、うん、女子にも言ったことあるけど、うん、まあまあまあみたいな、みんななるんだよ、うん、ってことはもうそういうやつと付き合うじゃん絶対にと思って、うん、そこを思わないような人なんて、まあ許してしまうんだろうな、結局居酒屋で僕はバイトしてその店員態度でかいやつ何人も見ました、うん、ただ彼女いました、うん、やっぱ付き合うじゃん、うん、な悲しいよ、これを思わないってことはもう付き合うじゃんと思って今絶望してますよ、うん、やっぱ本能的にこの強いオスいやのに置き換えれてしまうんかな、アホだけそんな言い方すんな、うん、俺僕もっと言うと、うん、その後女があの中指立てたなんか多分そういうシーンもあったからな、うん、あのセットで胸クソあるそれはそうです、その女性側もそれダメですしね、うん、そんなの何このクソカップルと思って、いやそうだからなんていうの、っとるかごちそうした後に、うん、ごちそうさまでしたって言わないとかも嫌だみたいなのあるじゃん、うん、そんな日じゃないじゃん、日じゃない、言語道断、うん、ダメですよ本当に、あ
あれはちょっとね、久しぶりに震えたな。そう、その話で盛り上がって、うん、だから冒頭にそれがあるからやっぱもう見る気なくしちゃうというか、うんうんうん、まあ、特に僕そういうの気になっちゃうタイプじゃないですか、うん、余計、うん、まあ、それとちょっと近いかどうか分かんないですけど、任天堂スイッチでね、うん、モンハンを、うん、もうモンスターハンターでも大人気シリーズ、うん、一回もやったことなかったんですよ、うん、僕もない。ないでしょ。でも初めて、まあ、三四郎の相田さんと一緒になった時に、うん、やろうよみたいな、今のやつからでもできるしみたいな、誘ってもらったし、うん、まあ、じゃあやってみようかなと思って、うん、買ったんですよ。買った買ったんですよ。で、あの本当に初心者だから、まあ、わけわかんないんですけど、うん、もう調べもしないし、うん、でやってたんですけど、まあモンスターと戦う、モンスターをこう狩猟、うん、まあ、ハントしに行くわけじゃないですか、うんうんうん、でかいモンスターが出てくるんですよ、怖いバケモンみたいなやつが、うん、そいつと戦うんですけど、うん、そのなんかスタミナが入ってきて、うん、あー腹減ったーみたいな言うんすよそんな時に腹減る？バケモンみたいなモンスターと対峙した時に腹なんか絶対減らないじゃん。減ってもそのアドレナリン出るだろ、うん、減っても走れるじゃん。腹減って走れなくなるんだよ。あ、そうなんだ。その例えばじゃあ収録とかの前に腹減ってる時あるよ、うん、でも2時間ぐらい別にアドレナリンでできるじゃん、うん、腹減ったみたいになって、収録中にもう何にも機能しなくなって、うん、飯食うとかないじゃん、うん、しかも命かかってるというか。そうね、